ペンギン。帝国学園先生、佐久間のシュートが遠藤を吹き飛ばした。素晴らしい。体中が痛い。こんなシュート初めてだ。佐久間、お前なぜ。見たか、キド、俺の皇帝ペンギン1号。二度と撃つな。あれは禁断の技だ。だと帝国の逆襲後編。皇帝ペンギン1号は禁断の技だ。二度と使うな。怖いのか、俺ごときに追い抜かれるのが。違う、わからないのか。このままではお前の体は敗北に価値はない。勝利のためなら俺は何度でも撃つ。佐久間、キド。禁断の技ってどういう意味だ。それに二度と撃つなって。皇帝ペンギン1号は影山レイジが考案したシュート。恐ろしいほどの威力を持つ反面、全身の筋肉は悲鳴を上げ激痛が走る。体にかかる負担があまりにも大きいため、二度と使用しない禁断の技として封印された。あの技を撃つのは1試合2回が限界。3回目は二度とサッカーができなくなるということか。エンド、お前ももう一度まともに受けたら立っていられなくなる。そんな。この試合の作戦が決まった。佐久間にボールを渡すな。その作戦大賛成だ。目の前でそんな最悪な光景は見たくない。僕もディフェンスに入るよ。一ノ瀬、吹雪、佐久間のマークを頼む。先制されたライモン、軌道のドリブルで反撃開始だ。一号を改良して威力は落ちるが、3人で打つことで負担を減らし使える技にしたのが2号。思い出せ、これが本当の皇帝ペンギンだ。皇帝ペンギン今の技も。ああ、ビーストファングだ。皇帝ペンギン1号と共に封印された禁断の技だ。ってことはビーストファングも同じく体を破壊する技。ゲンダにあの技を出させるな。シュートを打つなってことだな。あいつらサッカーにそこまで命かけるなんて。佐久間、またそうけにはいかないよ。君が壊れるところは見たくない。強引。佐久間君にボールを渡さないのはいいけれど、シュートを打てなくては勝てない。二人の選手生命を守るためだけど、これじゃ試合にならないです。全然ダメージが抜けない。
目を覚ませ。自分の体を犠牲にした勝利に何の価値がある。佐久間源田、分かってないのはお前だよ、キド。勝利にこそ価値がある。俺たちは勝つ。どんな犠牲を払ってでもな。説得なんて無理無理。奴らは心から勝利を望んでいる。勝ちたいと願ってるんだ。シュートしてみろよ。不動軽くトラップ。新帝国のキャプテン不動、テクニックもある。なぜだ。なぜあいつらを引き込んだ。俺は負けるわけにはいかねえんだよ。機動不動、両者ともに熱くなり激しいプレー。どちらも一歩も引かない。やはり対決は互角。ここで前半終了。なんと新帝国学園が1点リード。うん、おいおい、どうした。佐久間源田、もうへばってるのかよ。任せろ、後半も皇帝ペンギン1号で点を取る。ビーストファングでどんなシュートも止める。そして必ず勝つ。佐久間源田、二人のためには試合を中止した方がいいのかも。そうだな、そうすれば禁断の技を使わせずに済む。試合中止は認めないわよ。監督、後半は私の指示に従ってもらうわ。吹雪くんはフォワードに戻って、みんな勝つためのプレーをしなさい。それじゃあ佐久間くんたちが。これは監督命令よ。私の目的はエイリア学園を倒すこと。この試合にも負けるわけにはいかない。試合を続けよう。起動。確かに中止すれば佐久間たちの体を守ることはできる。だがこの試合は佐久間たちの目を覚まさせるための試合。今のあいつらにはサッカーを通してでなければ分かってもらえないんだ。勝つことに禁断の技など必要ないということを。もしここで試合をやめれば佐久間たちは完全に影山の影響下に置かれてしまう。そしていずれあの技を使って二度と試合できない体に。やはりこの試合で救い出すしかない。いいんだな。構わない。分かった。でも絶対佐久間たちにあの技を出させないようにしよう。何か方法があるはずだ。吹雪をフォワードに戻せば佐久間にボールが渡り皇帝ペンギン1号を打たれる可能性が高くなる。こちらがシュートすれば源田がビーストファングを。どうすればいい。あいつらに技を出させず試合に勝つ方法は。お兄ちゃん、俺に任せな。吹雪、見てな、源田ってやつがあの技を出す暇もねえくれ、すげえシュートをぶちかましてやるよ。俺も協力するぜ。吹雪、染めようか。大丈夫さ、起動。佐久間にはボールを渡さない。サッカーができない辛さは俺が一番分かってる。一ノ瀬、サッカーが好きなやつに敵も味方もない。やろうぜ。二人を守ってそして試合に勝つんだ。私だ。お前の教え子ライモンの敗北をもっと近くで見たくはないかね。特等席を用意しよう。遠藤たちにもはや俺は必要ない。そしてサッカー界もお前を必要としていない。ならばそこから見ているがいい。ライモンの滅びの瞬間を。私の復讐の続きを。憎むことでしかサッカーを愛せないかわいそうな男だ、影山。
本当にお前たちは変わってしまったのか。キド、自由に動いてくれ。他のことは俺たちに任せて。さあ、後半開始。簡単には行かせねえよ。ルーズボールは染岡が拾った。よく拾ったじゃねえか。攻め上がる染岡、吹雪、あの二人打たせろ。シュートは源田が止める。おっと、染岡どうした。シュートコースが空いたのに打たない。どうする。よし、任してやろうと思っていつも見ていたからな。大嫌いなお前よ。あいつら厄介だな。だが、おいちゃいくぜ。クド、危険なプレーだ。悪い悪い、まさかこんなのも避けられないとはね。てめえ、今のわざとだろ。こいつ、やめろ。殴ったらお前が対象になる。吹雪、これ以上プレイはできないわ。メガネと交代だ。すいません、まだ足の怪我が治っていません。交代はなしだ。染岡君、無理するな。役に立たないかもしれねえが、ピッチに置いてくれ。影山なんかに負けたくねえんだ。染岡、いいんじゃねえの。要は俺がこいつの分もプレーすればいいだけだろ。あんたの作戦に乗ってやったんだ。これくらいはいいよな、監督。構わないわ。試合は膠着状態。そして残り時間はわずかとなった。おら、クド、タックルで小暮からボールを奪った。佐久間にはボールを出させない。いい子ちゃんは引っ込んでな。一ノ瀬、皇帝ペンギン、やめろ。一号、丈夫だ。だが、次こそ決める。2回目、もう一度打ったら佐久間君は。もうやめろ、これ以上打つな。やめるわけにはいかない。ああ、
ぜわからない。サッカーが二度とできなくなるんだぞ。わからないだろうな、キド。俺はずっと羨ましかった。力を持っているお前は先へ進んでいく。俺はどんなに努力しても追いつけない。同じフィールドを走っているので、俺にはお前の世界が見えないんだ。だが皇帝ペンギン1号あればお前に追いつける。いや、追い越せる。お前すら手の届かないレベルにたどり着けるんだ。決める。やめろ、佐久間。佐久間、染岡、お前任しといてよかっただろ。悪魔、試合終了。1対1、引き分けだ。救護を要請します。佐久間、佐久間、佐久間、佐久間。影山、まさかあれほどヤワだとは。使えねえ奴らだねえ、影山総帥。使えないのはお前だ。私は一流の選手を集めてこいと言ったはず。だがお前の集めてきた選手は全て二流、お前自身含めてな。二流？この俺が二流だと？お前の魂胆くらい見抜けぬ私ではない。私を利用し、この新帝国学園の一員としてライモンを倒し、あのお方に認めてもらおうとしていたことぐらいな。見つけたぞ、影山。もう逃げられんぞ。えい、ひっくりしろ。キャプテン、お兄ちゃんがいないんです。まさか佐久間をあんな目に遭わせて満足か。満足できるわけなかろう。常に勝利する最高のチームを作り上げるまではな。これまで私が手掛けた最高の作品を教えてやろう。それはギド、お前だ。影山、悪いな、キド。久しぶりだっていうのに握手もできない。構わない。おかげで目が覚めたよ。でも嬉しかった。一瞬でもお前の見ている世界が見えたからな。体治ったらまたサッカー一緒にやろうぜ。ああ、待ってる。君は間違っている。監督の仕事は選手を守ることだ。それが相手チームの選手だとしても。選手に起こったことは全て私が責任を負います。本当にこれが望んだ結末なのかね。何が君を動かしている。私は勝たなければならないんです、どんなことをしても。ライモン中と新帝国学園の試合は引き分けに終わりました。そうか。影山は炎上した潜水艦と共に海に消えました。もっと役に立つ男かと思いましたが。
運命は誰にも分かりませんよ。何しろ宇宙は謎めいていますからね。